青鬼ではなく、配達員に負けた男です。青鬼じゃないやつにやられると思わなかった、まさか。ティロリンティロリン。ほんと強制は無理だから、ここで追いかけさせる。こっからか、こっから行きましょう。こっからスタート。よし、はい、イエスイエス。スタート通りにしても何にも変わりません。まあまあいいや、とりあえず。まさかコーヒーカップから来ると思わなかった。あれはちょっとさすがにビビったな。じゃあ、ん、これ他に道あったっけ。あ、なんか落ちてある。はい、小さな鍵、やった、小さな声の歌ゲット。このスタートって何これ、え、何か書いてある。え、オイラー殴ってお宝ゲット。え、こんな、え、これ正面、あ、なんだ、書いてあるのか。オイラーを殴ってお宝ゲット。え、これさ、どれが正解かわかるかな。すべてをハンマーでぶっ壊してみよう。ぶっ壊せない。すべてにハンマーを使用してみる。ハンマー、あ、来た、ライドエリアの鍵、やった。これ他すべて壊したらどうなる。あ、もう使えないのか。ライドエリアの鍵をゲットした、やったね。あ、でも別に叩いたからって言って怒って、なんか青鬼が、ピエロ鬼が登場してくるとかじゃないんだ。なんか若干それっぽいかなって思ったんですけど、ライドエリアの鍵かなんかゲットしたし、あと小さな声の歌をゲットしたんで、で、あとこの馬、この若干動くお馬さん、怖い恐怖のお馬さんと、あと双眼鏡で観覧車のやつがまだ残ってるから、それもやってみようか。まあ、小さな鍵はおそらくロッカーの鍵なんじゃないかなと思うんですが、ここでアイテムで双眼鏡なんか使えるんじゃない。ほら、ん、黒白青赤、これさ、黒白青赤、黒白青赤、4桁ってことは黒のなんかと白のなんかとか、あ、自販機、それ、これそうでしょ。ほら、黒4、赤1、白1、青2とか、あの全てのこの自販機の数を4桁をやるんだ。やばい、トランクさん、これこうし、あいつもしかしてサイト見やがったなって思われるかもしれないですけど、違うんです、本当に見てないんです。待って、これ普通なのかな、みんなわかるの、なんかそんな気がする。とりあえずじゃあちょっと、あ、これがあれか、ロッカーの鍵開けるやつか。これがおそらく自販機4121なはず。4121だよね、合ってるよね。お願いします。どうだ、オッケー。中から何が出てきた、よかった。紙幣、ん、紙幣、紙幣、え、これ開くんじゃないの。あ、開いた。あ、ここがライドエリアのね、紙幣。あ、自販機でござる。よし、いいぞ、トランクさん。あんまり頭が冴えすぎるとトランクさん、攻略情報見たんじゃないかってちょっと疑われるんで、ちょっと怖いんですけどね。そんなことないですよ。本当に皆さん信じてください。まあ、ここまでの実況見てればわかるかな。よし。まあ、見たときは見たって言いますので。はい、見ますって言いますので。これで多分、ほら、来た。中からなんか出てきた。ペットボトル。あ、ラベルはちゃんと剥がしてあるんですね。すごい、さすがですね。自販機は故障している。さっき使ったシエがお釣りとして、お、やった。え、何これ、すごい、何回もできる。え、これペットボトルさ、もしかしてめっちゃ買える。ちょっと買ってみよう。あ、ダメか、もう故障しちゃったのか。まあ、じゃあとりあえず行きましょうか。ペットボトルをゲットして、まあ、ここまあ一応もちろんセーブしましょう。セーブで、小さな恋の歌と、あとなんかゲットし、何ゲットしたんだっけ。ペット小さな鍵、鍵って言っちゃダメ。恋の歌、恋の歌、恋の歌のみだな、今んとこ使うところは。このピエロは、ん、とりあえずじゃあちょっと一個一個見ていきましょう。中に入ったらなんかイベントありそうな気がするから、その前にね、ちょっとパソコンを、あ、レジ用の PC、 もともとはお店のだったようですね。レジ用の PC、 バーコードスキャン、うーん、なんかまたバーコードをスキャンしないといけない感じなのかな。じゃあちょっとここ行ってみましょう。怖い。でもこのガチャがあるってことはあれかな、大丈夫かな。あ、引き出しにロックがかかっている。これ小さな鍵じゃない、小さな鍵。はい、 OK、 来た。
バルブ、お、トライアングルさん、冴えてるってか、いいですね。サクサクいってる。待てよ。バルブということは、この先にバルブをつけるところがあるってことか。ちょっとこれ一個一個調べてみましょう。これは、ただのロッカーだもんね。ちょっと待ってね。倍速になってるかもしれないですけど。ないか。何もない。ここも特にない。ま、この部屋は、ガチャがあるとちょっとほっとするのは僕だけでしょうか。あ、ちょ待って、これつけたら来るでしょう。これつけたら青鬼さん来るんでしょう。わかってるんやで。うん、普通の青鬼なんでしょ。イベントの青鬼なんでしょ。知ってるんやで。ここに、はい、つけます。アイテム、バルブ、イエス、組み込んだ、ピタリとはまった、はい、あは、ひねる、ん、なんか変わった、水がある。バーベル。待って、本当に今、本当に今、ちょっと待って、むせた、びっくりした。ん、え、びっくりした、まだいたのね。もう、おこだぞ。本当におこだぞ。なんでちょっとさ、今までとりあえず油断っていうか、警戒してたじゃん、額縁。額縁鬼の存在警戒してたじゃないですか。いないよね、出てこないよ、これまた。本当におこるよ、もう一回出てきたら。あ、出てこない、よかった。もう、これなんかもうはめ込めないの、この中に。こんなが、双眼鏡で覗こうぜ。こんなか、双眼、ペットボトル投げつけてみようよ。ん？そこなんか書いてあるって書いてあった今。ん？ちょっと待って。ん？ほら！え？なにこれ？な、三、A、N、え？ D？ 左に三、ん？ん？これ、いける？あ、いけるわ。なんだ？金属のかけら。なるほどね。鍵が、もう一個、じゃあ探さないといけないって感じですかね。いや、もう本当にビビるからさ。じゃあ次、左の方行ってみましょうか。まあ、セーブが多いんで有名なね、トライアグルさんなので。まあ、ここはもう皆さんも分かっていただけたかなと思うので。ちょっと頑張って。もう、セーブに関して何も今。なんか大きい。なんか大きいよ！大きいよ！あそこから出てくるんでしょ。引き出しにロックがかかってる。ああ、これを、あれかな、鍵で開けない。出てくるんでしょ、知ってるんやで。その前にちょっと人形見よう、人形。待って。人形がこんなとこに置いてあるのはおかしい。人形手に、怖い、怖い、ちょっと待って、怖いって。怖いって、怖いって。この人形何？タグがついてる。怖い、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 怖い。あ、なんかバーコードリーダーかなんかするんでしょ、わかった、わかった。バーコードしに行こう。でもその前に、ちょっとこれ。あいつ、来なかった。鍵がかかってる。どっちだ？どっち？あれ多分、バーコードで、かざせば、なんか番号が出てきて、もう一個の破片が手に入るんじゃないかな？これにバーコードで、人形をかざす。使用する。スキャン。4385ね。オッケー。4385。4385、セーブ。セーブ。4385。4385セーブ。4385セーブでいきましょう。はい。イエス。オッケー。一瞬ちょっと今怖くてちょっと後ろ向いちゃったのは、内緒にしてくれ。4385、4385セーブ、4385セーブ。438、セーブはいらないわ。多分これでしょ。4385、4385、イエス！あは？ん？引き出しの赤音が聞こえた。これか。よし！オッケー！金属のかけらで、で、これとこれを合わせればいけるか。使用する。二つを組み合わせる。オッケー！これで出口か？もしかしたら。待って、一応セーブしておこう。ごめんなさい、本当にごめんなさいね。いきなり来るかもしれない。本当にビビるのよ。どうだ？アトラクション量。あ、出れる？いや、この広さって。なんかあるよ。あれ何？あれが変化するんじゃないの？え、白鬼とかいるの？今。なんかいたね。
乗ってくかいって言われたらちょっとすごいほのぼのするんだけどな。そういうことではないのね、そういうことではないね。意外ともしかしたら鬼が仲間になってくれるかなって思ったんだよ。いや今ね、違うんですよ。青鬼が仲間になると思った理由が、サムネで、まあ、今、もう言いますけど、ピエローニっていうサムネは見たんですよ。このヒカキンさんのサムネで。だから、その青鬼がもしかしたら、ここピエローニに支配されてて、その、一緒にピエローニを退治してくれみたいな感じで言うのかなと思ったから、早いね。早いね。これは、一回巻かないといけないのか。なるほどね。どうする、どうやって巻くこれ。待って、あ、やばい、ちょっと待って。どう行きましょうか。まあ、また、いつものところかな。いつものところで、また、ここで。ふっ、オッケー。いやー、なんだろう、あれは、すごい面白かったね。じーって見て、仲間なの？仲間じゃないの？いや、あ、仲間なの仲間じゃないのみたいなさ、なんかでも意外ともしかしたらピエローに悩まされてる青鬼なんかなみたいな言ってなかったけど、まあ言ったか。サムネ見てピエローニが来るの知ってたから、なんかちょっと肩身の狭い思いをしとる青鬼やからみたいな。ワンちゃん仲間に一緒に戦ってくれるんじゃないかなって。おたけし、ちょっと待って、ごめんごめんごめん、何度も本当にごめん、セーブさせて。たけしどうする、あれ、ほかっとく？どうする？置いとく？これ乗れるんじゃないの？ライドに乗る方法ないんですか？これさ、ライドに、お人形さんとか置けない？置けないか。はい、その前にちょっとこれ気になるんだけど。これ何？え、これ、何？白い鬼？え？とりあえずちょっと、はい、どうすんの？たけし、息をしてない。そんな、お、来た来た来た、なるほどね。さあ行くぞ。オーニスリーでまたこういう何編が出てくるのか、もしくは青鬼4ですよね。青鬼4出てほしいな。まあ4、3で終わりとかではないとは思うんですよ、さすがにね。ウームの開発のまあやつなので。でもやっぱり4いつ出るかですよね。こう出たらもういっぱい楽しむフォーフォー。ちょいちょいさっき、ね、最近ちょっとヒロシって名前にバグる、バグがあると思うので、最近すごいヒロシって4人並んでたりね、いる。おっと、なるほど、金のオーラ、なかなかお強い方でござるね。100以内でしたっけ今。何でしたっけ、なんかリプランでもらったんですが、何位内がこれこれです。あー、ここじゃない。これしかもむしろ最初だ。じゃあ、こっち行ってみようか。でもこっち多分毒切りがあったすぐ横だから、おそらくここも早く来るとーんは思うんですが、まあ一応、どうだろう。真逆行きたいな。こっちじゃなくて、できれば、さすがにこれで、はい、おしまいだったらもう、さすがにね、おまけっていうか、青鬼オンラインの意味がないので、そのままやります。はい。いや、まさかか、まさか、まさかやな。いきましょう。さ、おっと、ヒカキンさん大好き、僕も大好きでございます。でも、そういえばまだ一回も、公式に会ってないんですよね、公式の方とね。ちょっと一回ぐらいね、会いたいな。ヒカキンさんに会いたいな。なんか、ツイート見たら、ヒカキンさんの公式に会いましたっていうツイートをしてる方いて、あ、やっぱりやってるんやみたいな。でもランクが C だったから、おそらくこの今シーズン初めてやったのかなっていうことは、もしかしたら動画かなんか撮ってるのかなとかで、ちょっといつもしかしたら動画がね近々上がるんじゃないかとか、ちょっと今期待してるんですが。てか、そういえばここの畳久々にやられたな、早めに。ちょっと若干混乱してたのもありますけど、まあそれただの言い訳なんでな。どうもトライアングル、違うか、トライアングルじゃないのかな今な。だって僕グリーンで、だから多分偽物だと思われてると思うんですが、ちょっとここにいましょうか。ここにいて、残り50人ぐらいでもまだ毒切りが来てなかったら、ここの最終地点の可能性が非常に高くなります。まあ一番確定するのは30人とかですけどね。30人とかで、
まあ毒霧がまだ来てない、そして来始めてるとかだったら問題ありませんね。なぜ私狙われというのですか。おかしいです。はい、裁判長、異議あり。トロ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 、オッケー。あ、全に一枚。これ完全狙われてますね。どうなんだろう。まあまあまあ、でも言うてダルマ鬼なんで、そんなに、まあ先ほどはちょっとやられましたが。さあ全員を踏み晴らしていけ。やばい、今青鬼の気分慣れてる。ん、ちょっと待って、ラグやばい、ラグ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 。でしかもこれ多分ボットが止まってるから、これプレイヤーにかなり集中狙いされるかもしれない。ボットが止まってる場合って、その青鬼はボット狙わないんですよ、この止まってるボットの場合。だから今生存が全然あれですよね、変わんないですよね。そんな普通ガンガン減っていくはずなのに。おっと、ちょっと重いですね、ごめんなさい。いただきます。どうしようか、右上行くべきか。まあちょっと見ていきましょう。まずここで毒切りの様子を見つ、お、ここはどうだ、まだ来てないですね。下からもなんとなく来てる感はない。左下とか見るとね、なんか若干青くチカチカって青くなったりするんで、あ、もう来るなってのはわかるんですが、あー、ここか。生存46でまだ毒切りが来ていないということは、ここの可能性が非常に高いけど、まあ一応ちょっと見に行きましょうか、他のところ。ちょっとガスマスク取ってないのが怖いんですけど、まあここは他から奪い取ればいいかなと。あそこの可能性あるか、ちょっと見てこよう。ちょっと危険か、ちょっと危険だな、ちょっと危険だな、ここにしよう。ダメだ、ちょっと危ないんで、ここに行って、いやー、どう、あー、ちょっと待って、微妙、これ微妙、生存35でこの毒切りの場所、これは違うか。待て待て、こっち行ってみよう。あっ、ちょっと、あー、なるほど、最後あそこか。あ、でもこれガスマスク欲しい。いただきます、オッケー。あー、でもガスマスク使っちゃいます。ダメだ、これは意味ない、無意味なガスマスク、しまった。ロロスカイト、待って待って、無意味だな。しかも雲にいないんだよね。ってことはガスマスク勝負になる可能性が非常に高いんだよね。死体痩せれだな、これは。これは死体痩せれしかないですね。すごい重い。どうしよう、どうしよう、待て待て、ここでガスマスク、いや、取ってたらやられるな、取ってたらやられるから、ここは一回呼吸して、オッケー、取れるか、待って、怖い、今行くの怖い。いけるか、いけるか、取れるか、取られ、取った、よし、オッケー、強い、これは強い。で、さらにここで、取っていく、オッケー、形勢逆転。これはもうガスマスク使っちゃっていいかな。どうする、待とう。これは来たんじゃないか、これは、お、ちょっと待って。よし、これであとは、あとは一応ガスマスク、これでガスマスク取れたら僕の勝ち、勝ち確。あ、ちょっと待って、ニケちゃんいるじゃん。よし、あ、ローラスケットだった。いや、でも大丈夫、これは勝てるよ。オッケー、なんとか得意ステージで、先ほどちょっと、悲惨なことになったので、なんとか勝つことができました。生存最高、最後の一人だ。